丈夫だって。ちっと眠気覚ましてくる。じゃあな。わかる、朝は辛いよね。なんていうか、生き地獄ってやつ。今まで目覚まし時計を何個叩き壊したことか。いないみたいだけど、いいのか？そうだね。でも、きっとそのうち現れるよ。まあ、あの二人なら、そうだな。みんな、ホットドッグでいいよな。ホットドッグ？ここにホットドッグなんかあったんだ。冷蔵庫の奥に少しだけあったんだ。隠しメニューってやつだな。あれ？こうしたもこうしたもあるか。ないんだよ。ない？何が？材料だよ。ホットドッグの材料。ここに入ってたはずのソーセージがなくなってるんだ。最初からなかったんじゃないの？いや、昨夜までは確かにあったんだって。晩飯作ってた時に見つけたんだからな。誰に？畜生、一体誰だよ、人がせっかく。
ぞ、その子に。まだいるんだ、あの先生も長いね。そのコニーがね、ついにこの間電子系を買ったんですよ。そうなの？あの大のメカ嫌いか？ええ、何度も可愛がってたペットに死なれちゃって、その度に学校休んで、もう疲れちゃったんだと思いますよ。私が学校にいた時はクローンで蘇らせたりとかしてたんだけどね、結局そのクローンの病気にかかって死んじゃうんですよね。あの先生きっと呪われてるんですよ。そっか、あのコニーがね、今の電子ペンって本物そっくりだから、機械ってことを意識しないで帰るのかな。そういえば先輩の家にもいましたよね、電子ペン。本当はお母さんが飼ってるんだけどね、ずいぶん古いタイプらしいんだけど、壊れることもなく元気にしてるよ。考えてみればマヨはうちに遊びに来たことなかったよね。今度おいでよ、見せてあげるから。え、はい、そうですね、機会があれば。こらこら、なくていいんだってば。私とマヨの仲じゃないの。ええ、もちろんですよ。なあ、ところでよ、ちょっと聞いていいか。ん？何？二人とも仲いいみたいだけど、どういった関係なんだ？ひょっとして裏口入学ってやつか。何でもかんでも自分と一緒にしないの。ちげえよ、俺はそんなせこい真似してないって。私もともと家庭の事情で高校に進学するつもりはなかったんだけど、でも父が懇意にしている救命館の学長が相談に乗ってくれて、特待生として通えることになったの。要するにその才能を埋没させてしまうのは惜しいってことだったみたいね。ほう、別に大したことないよ、そんなの。でもよ、学校は同じって言っても学年は違うわけだろ。ってことはクラブか何かで一緒だったのか。そうだよ、私と先輩は新入生のクラブ会員をきっかけに知り合ったの。あれは今から1年前、私が救命館女子高等学校に入学して
間もない頃の話。まんまだ。実際はね、あの時は必死だったんだからしょうがないでしょ。それはルにとっては死活問題だったからよ。存亡の危機に瀕してたの。要するに部員不足で廃部寸前だったわけでござる。ああ、なるほどね。何しろ、ナキュ先輩を入れてたったの3人しか部員がいなかったでござるからな。それひねえな。私はその年で卒業だったから、新入部員が入らなきゃそのまま廃部になるところだったのよ。自分たちが苦労して築き上げてきたクラブがなくなっちゃうなんて耐えられないでしょ。まあそれはわからないわけでもないな。ということで、部の存続のために背に腹は耐えられない状態だったのよ。具体的な活動内容は？ハッキング。うわ、汚い！いきなり吹き出さないでよ！アホか！ハッキングのどこが健全だっつうんじゃい？アホはあんたの方でしょ。
ハッキングは別に犯罪でも何でもないの。あ、そうなの？少年って本当に記憶喪失か？まあとにかく分かった。要するにハッキングと犯罪は正しい意味では何の関連性もないの。へいへい、俺が悪うございました。ああ、私ね、掛け持ちしてたの。他にもいろいろやってて、全部で7つくらいかな。それで結局、サラはそのまま入部したわけだ。うん。そこでおとなしく入部しないところが、マヨのマヨたるゆえんなのよ。ここが我らがハッキング同好会の部室よ。
遠慮しないで入ってよ。狭いところだけどさ。本当に狭いですね。まあね。それにものすごく物が多い。まあね。要するに入れないって言ってるんですけど。先輩、その子ひょっとして新入部員？そうだよ、これでなんとか廃部だけは免れたね。欠席っす。あ、そう。流行ってるみたいだから気をつけないとね。こんなところに長い時間いたら具合が悪くなって当然だと思いますけど。私、部屋を見に来ただけですから。まあまあいいから、騙されたと思って触ってみ。意外と面白いから。その前に、一つ聞いてもいいですか？何なりと。このクラブ、ハッキング愛好会でしたよね。ハッキング同好会。でもその割に画面に映ってるのただのゲームみたいなんですけど。そこなんだな。できる人はみんな卒業しちゃってね。まあ、ゲームとはいえ、コンピューターのいろはを学ぶ意味においては、パソコンに慣れ親しんでおくのは悪いことではなく。あの、え、何？今のうちに言っておきますけど、私に関わるとろくなことないですよ。ですから。また何言っちゃってるんだろうね、この子は。
測りますから。私に関わると毒のことがないの。だからもう付きまとわないで。あれ。どうしたの？パソコンが立ち上がらないんですよ。マジっすか？マジよ。たく、とんでもねえ女だな。だって、あの時の先輩とんでもなくしつこかったから。だからってよ。逆よ、その逆。入部しなかったなんて言ってないでしょ？その後先輩ったら、毎日のように私のところまで押しかけるようになったの。されたからよ。こうして私とマヨの付き合いは始まったってわけ。ニンともカンともニンニン。さて、食事も済んだことだし、会議室にでも戻るとしますか。
私はちょっとの間失礼させてもらうよ。え、どっか行くのか。嫌われちゃうぞ。先輩、私は悪いんだけど、マヨも遠慮してくれるかな。はい。ごめんね、すぐに戻るから。おい、どこ行っても構わねえけど、何かあったらすぐ戻ってこいよ。おい、どうしたんだ？見た？何を見たんだ？何言ってるんだよお前。あんま気にすんなよ。何かあれば空があらかじめ警告してるはずだろ。お前も疲れ溜まってるみたいだな。数なんて覚えていない。
ズミにでもやられたんじゃないの？ごまかすんじゃねえよ。そのネズミってのはお前のことだろ。もう一度聞くけど、何を怒っているの？言ったろ、みんなの分まで食ったことに対してだ。私も言ったはず。それにあなたが怒っている本当の理由はそんなことも。あ？どういう意味だよ。あなたの予定が狂ったことに対してではない。本来ならばみんなにご馳走するはずだったホットドッグがなくなっちまったんだからな。なんだ。少し揺れたわね。なあ少年、今のは？まさかさっきの嫌な予感とやらが関係してるのか？呼びましたか？おう、ソラ、どこ行ってたんだ？申し訳ありません。寝坊してしまいました。寝坊？ってお前、いや、それはひとまず置いといて。フロアを支えるシャフトの一部に歪みが発生しました。計算にはありません。海流の乱れに影響された模様です。どのくらいヤバいんだ？誤差の範囲内だと思いますが。いえ、待ってください。ツバイトシュトックの倉庫、圧力制御用の配管に異常があります。圧力制御用の配管って？レミューを覆っている多重隔壁、その内部の圧力調整を行っているパイプです。万一これが破損していた場合、私の力ではこれを修復することができません。異常は軽微ですから緊急は要しませんが、倉庫の状況を確認いただいた方がいいと思います。お願いできますか？ああ、任せてくれ。しょうがないわね。私も行くわ。つぐみ。何？私がついていくの不服？いや、そういうわけじゃねえけど。誤解しないで。事態が事態だけに一時休戦ってことよ。修理するなら工具類が必要なんじゃないの？私ならいろいろ扱い方を知ってる。そうだな、わかった。私も手伝うよ。オッケー、じゃあサラも一緒に行こうか。あれ、そういえばユウはどうしたんだ？あいつまだ戻ってこないのか？いえ、そんなはずはないと思うのですが。申し訳ありません。あいにくと現在センサーの一部に支障が出ています。館内全域をチェックすることができません。ねえ少年、先輩を探しに行ってくれる？うん、ちょっと心配なの。
よし、それじゃあ少年、任せた。何か分かったら、レミを通じて私を呼んでください。少年さん、私です。ソラです。田中さんの居場所が分かりました。もちろん無事でいらっしゃいます。ツバイトシュトックの警備室です。そこまでは分かりません。田中さんの方からこちらに連絡があったのです。いいえ、それには及びません。調べたところ、幸いにして被害は大したことなかったのです。それよりも田中さんのところへ向かっていただけますか？はい、その、ちょっと様子が変なのです。断定はできないのですが、私にはそう感じられました。ですから、誰か様子を見に向かわれた方がいいと思うのです。申し訳ありません。あいにくと、私はこれから制御室に行かなければならないのです。それは、いえ、ちょっとしたレミのメンテのためです。大変お手数なのですが、お願いできますか？はい、ではよろしくお願いします。どうしたの？なんでここに？空に？調べ物だよ。17年前に亡くなったお父さんの手がかりを求めてレミューにやってきたの。
ーについての情報よ。今から17年前、ここで大きな事故が起きたらしいの。うん、私もよくは知らないんだけどね。何しろ当時のニュースを調べてもほとんど何もわからないの。事故の原因、具体的な被害状況、その後の経緯、どれも曖昧な報道のされ方で、詳しいことは知らなかったんじゃないのかな。何か大きな力で情報が封じられてたってことね。17年前の謎に包まれた事故、17年前に行方不明になったお父さん、そしてお父さんは事故の直前までここで働いていた。これらのことから推測できることは、調べる余裕なんてなくて、それどころかレミのデータベースには近づくことすらできなかったの。まあ当たり前なんだけどね、私の考えが甘かったってこと。でもね、ついにチャンスが訪れたの。
としているユーザーがシステム側で許可された人間かどうかを判定する画面ってこと。私はこれからレミデータベースの C レベル、要するに機密情報にアクセスしようとしてるの。でもそんな重要なデータを誰それ構わず見ることができたら大変なことになるでしょ。だからこうしてここを覗こうとしてるあなたは誰ですかってコンピュータが聞いてきてるの。当然私の名前だとアクセスできるわけないから、こうやってアクセス可能な人間の名前を偽って入力するわけね。だけどそんなことは誰だって考えついちゃうよね。当然これを作った人だってバカじゃないから、それを防止するために本当に本人かどうか確認する方法が取られてるの。本当にあなたが田中幸恵ならパスワードを言いなさい。それを今考えてるの。私のお母さんよ。働いてるの。現在進行形。私もそう思う。でも予算の降りない大学の研究室よりはレミューの方がはるかに得るものが大きかったんじゃない？少なくともやってるふりだけはしてるみたいね。レムリア大陸の遺跡を調査してるらしいから
の方のどっかで海底遺跡が発見されたでしょ。ダイプリヒ製薬はその遺跡こそレムリアが存在したことの証だみたいなことを誠しやかにそれとなくルフしてるの。海底遺跡の発掘調査プロジェクトにも多額の資金を投入してる。何を企んでるのか知らないけどさ、詳しいことは知らないけど、そうみたいね。でも多分フリをしてるだけだと思う。お金だけもらって実際には実のことを研究しちゃってるんだ。昨日も教えたでしょ、第三視点という昔の概念。悪いお母さんよ。でも気持ちはわからないでもないかな。世界中の海底遺跡を掘り下げたってレムリア大陸の痕跡なんか見つかるわけないんだから。それが不毛だってことはみんな知ってるの。ライプリヒ製薬の偉い人もきっと知ってるの。なのに研究してるふりだけはしなくちゃいけないの。さあ、企業の考えることだからお金儲けにつながるんじゃないの。私たちに知ることはできないし、別に知りたくもないよ。要点を簡単にまとめていっちゃうと、 N 次元上の全体像は N プラス1次元内から俯瞰することによってのみ認識することができる。要するに私たちは4次元的な視覚を得ることで初めてこの世界の全貌が知覚できるのだと。まるで第三の目が開眼したかのようにね。違う違う、そっちじゃなくて、ここで言う第三の目っていうのは超能力のような力の方。例えるなら、ヒンズー教のシバ神の額にある第三の目、ヨガで言う眉間のチャクラ、アジナーチャクラ、伝道における三宝法、密教において弘法大師が室戸岬で治めたという空蔵菩薩九文字法、チベット密教などで言われる天元通。昨日も言ったと思うけど、第三の目が開眼すると真の知恵が湧き、万物を見通すことができる。あるとしたらの話だけどね。
しょ。でも忙しいんだよ。知りたかったら今度分かりやすく教えてあげるから。読んだり、アナグラムにしたり、可能性のある方を組み合わせてみたり、でも無理でした。私はただのパソコンが使える人なの。ハッカーやスラッガーじゃないんだから、リーガルなプログラムを持ってたり、ましてやこの場で作ったり、そんなことはできないの。私はここに来る前、お母さんの研究室に忍び込んだことがあるの。
ちろん失踪した父親の手がかりを探すためよ。部屋に入るとパソコンの電源が入れっぱなしだったの。中を覗くと、ご丁寧にパスワードとタイトルが付けられたテキストファイルがあってね。開いてみるとたった一行。何やら日本語のセンテンスが書き込まれていたの。違うみたいだし、うん、さあ、私は少なくとも自分の住所は言える。電話番号も生年月日も社会保障番号も。それから自分の名前だってわかるんだから。大事なことを忘れてるのはどっちなのかしら。
貸して。わからないけど、認証仮面から強制排出されちゃったみたい。え？何それ？何度もパスワードを間違えたから、プロテクトが作動しちゃったんじゃないかな。つまり、レミの方からお母さんの名前でのアクセスを完全に遮断されてるってこと。そう。しばらくの間は諦めるしかないっ
ってことね。せっかく苦労して解読してくれた少年には悪いんだけど、そもそもこの句がそのままパスワードであるという保証はどこにもないんだよね。むしろこの句自体はただのヒントで、お母さんはこの句から連想する何かをパスワードにしていたと考えるのが妥当だと思う。そうじゃなきゃマシンの中にパスワードと銘打って保存しておくのはあまりにも危険すぎるよ。それじゃあ始めますか。少年と何やってるんだ。見てわかんないの。わかんねえから聞いてんの。ああ別に構わないぜ。落ちてるものを拾えばいいのか。
ことみたいよ。なあ、ところでよ、何やってたんだっけ、お前ら。ん？どいて。逃げてばかりいないで、答えてよ。どきなさい。答えてってば。そんなに大声出したら、あの三人に聞こえるわよ。別に構わないでしょ。おい、二人ともどうしたんだよ。それはこっちが聞きたいわね。あなたたち、一体何を企んでいるの？何をって、それこそなんだよ。意味わかんねえこと言うなよ。どうしたの？マユ。さあ、どきなさい。そうなんだ。最低。最低だ、この人でなし。おい、落ち着けて。マヨ？触らないでって言ったでしょ。
るかもしれないか。好きなことね。率直な感想を言ったまでよ。言ったでしょ、信用できないからよ。明らかにあなたたちの行動は尋常じゃない。自分の意思でそうやっているのかどうかは別としてね。あの時と同じことをしようとしてるじゃないの。あなたが本当に記憶喪失なら知らないかもしれないけど、今回の事故だってきっとまた何か裏が決まってるわ。あなたに話を。冗談でしょ。あなたが奴らの仲間かもしれない以上、あなたに手の内を明かすようなことなんてできないわね。いいこと。前にも言ったけど、これ以上奴らには関わらない方が身のためよ。もちろん私にも。あなたやけに理由にこだわるのね。理由なんてどうでもいいの。でもあえて理由があるとしたら、それがあなた自身にとって最もいい結果をもたらすからだ。例えばあなたの記憶喪失だって奴らの仕業かもしれないの。それともう一つ、おしゃべりついでに私もその未来予知とやらをしてあげましょうか。このまま奴らに利用され続ければ7日にあなたは死ぬの。
あの時と同じことをしようとしてるじゃない。なんだ少年か。やっほー。マヨは救護室の下にある加減圧室で休ませたよ。ソラは制御室でお仕事。館内の設備の点検と調整。何のことなんて知らないよ。去り際にお酒が飲みたいとかなんとか言ってたから、どこかで一杯やってるかもね。そういうそっちはどうだったの？つぐみは？まあそんなとこだろうと思って。しばらくお預けだよ。今は館内をモニターで見て回りながら脱出方法を考えてるの。まだ何も思いつかないんだけどね。そうみたいね。そんなのは百も承知よ。体に悪いからってこの世界から出演者はいなくならないでしょ。何を？
りにもくだらないんだもん。ただのデジャブでしょ。既視感とも言ってね、一度も経験したことのないことがいつかどこかですでに経験したことであるかのように感じられること。でもね、それは深層心理の中の似たような記憶がそう感じさせるだけで、要するにただの錯覚なの。何が言いたいわけ？で、その説明っていうのは？君の思考回路は一体どうなってるわけ？どこをどうひねくり回すとタイムスリップなんて考え方が出てくるのよ。それとも君、未だに天動説を信じてる派？譲ってタイムスリップしたとしてもよ、それと記憶を失ったことにどんなつながりがあるっていうの、全くもって意味不明だよ。いい？この世にはタイムスリップなんて存在しないの。論理的にも科学的にも不可能なの。水が高いところから低いところに向かって流れるように、時間は過去から未来へ向かって流れるのよ。川の流れと同じ。絶対不可逆なの。今度は反重力物質がなんたらかんたらとか言い出すつもり？もしくは宇宙空間は真空ではなくエーテルの満ちた空間でとか。どうしました、田中さん。少年さんも脱出方法が見つかったのよ。脱出方法？ねいいから君は黙ってて。ソラ、
ゃったように例の大浸水が原因です。それによって地上エンゼルヌルまで登ることのできる非常階段およびエレベーターは完全に浸水してしまいました。イコール脱出路が閉ざされたということです。オッケー。つまりレミューを満たしているのさえ何とかすれば私たちは脱出できるわけね。はい。しかし館内に無事残されているわずかな排水ポンプだけでは排水が間に合わず。大丈夫よ。確か地上の浮島には高圧送風機があったはずよね。館内の気圧を高めるために地上から高圧混合ガスを送り込む装置のこと。はい、おっしゃる通りです。だったらその高圧送風機を動かして内部に高圧ガスを送り込むことができれば圧力によって水が排水されるんじゃないの？水の中に沈めたストローに息を吹き込めば中の水はストローから出てくるでしょ。理論上は可能です。でしょ？だったら。そして私も最初に検討した手段の一つです。え？つまり残念ながらそれは不可能なのです。どうして？送風機はここからでは動かすことができません。エレベーターが動かなくなったのと同じ理由で原因は不明です。
せだからしばらくこっちの服でいようかなって。
だからお母さんは話をでっち上げることにしたの。第三視点のルーツはレムリアにあると。もっともらしい論文まで書いてね。本当は何にも関係なんてないのに。気分じゃないから。そんなところから、私どもレミューの研究スタッフは、レムリアの民は太陽を崇めていたのではないだろうかという仮説を立てるに至り、こんな神殿を作ってみた、そういうことみたい。海の底に沈んでるってのに太陽なんて、皮肉にしか聞こえないよね。
ちょっと考えてみたんだけどね。私たち誰かに騙されてるんじゃないかな。あなたはきっと利用されてるのよ、奴らに。つまり、今回の出来事はただの事故じゃなかったってこと。誰かが意図的に私たちのことを閉じ込めたの。だって、そうとしか考えられないじゃない。不自然なことがあまりにも多すぎるのよ。マヨの友達や、クラナリの友達や、私の同僚は、私たちがここに閉じ込められてることを知ってるはずでしょ？なのにどうして誰も来ないの？何らかの理由で中に入ってこれないとしても、ダイバーが窓ガラスを叩くぐらいのことはあってもいいはずじゃない。それに電力は生きてるのに通信回線だけ遮断されてたり、事故の前の警報も停電も原因不明だし、高圧力送風機が動かない理由だって分かってない。まるで私たちを閉じ込めるために全てが用意されてたみたいだよ。私たち助かるのかな。少年は未来が見えるんでしょ。この先どうなるのか占ってよ。それは予知？それともただの希望的観測？
束？もし、約束破ったら？絶対に？ 1% たりともないの？こんな自信過剰な約束、聞いたこともないけど。仕方ない。付き合ってあげるとしますか。眠いんだから勘弁してよ。身も心もクタクタなんだから。
私に何をしてほしいと？プロテクト破りね。いいよ。いいよって言ったんだけど。協力しないわけにはいかないっしょ。ちょっとなんで少年がそんなに喜ぶの？私は先輩に協力するって言ったけど、それって少年にはあまり関係ないことでしょ。リタ一門の得にもならないわけじゃん。なのにどうしてそんなに一生懸命なのよ。だったか。アイアンバタリー言われずとも分かってるでござるよ。安心めざれ。後のことは全て拙者にお任せあれ。本当はちょっと悔しいんだよ。悔しいんだけど。相手が少年だから許してあげる。さて、それでは始めるとしますか。本当にごめんね。そんなに気にしないでくださいよ。水臭いな。大船に乗ったつもりで安心しててください。任せて。まずはパスワードのダッシュから試してみようかな。あれないな。この系統の OS ならこのファイルの中に保存されてるはずなんだけど。パスワードのハッシュ値。ユーザーがパスワードを設定する際に不可逆性を持った関数により生成されるアルファベットおよび数値により構成される文字列のこと。ハッシュさえ見つかってしまえば簡単にパスワードを特定できるんだけどね。例えば単語をハッシュした結果を大量に保存しておいて、それとパスワードファイルに保存されたハッシュ値を比較することにより、元の人物を再現できないけど人物を特定することは可能でしょ。指紋と同じようにハッシュはオリジナルの特徴を確実に反映するの。だからその変換パターンからオリジナルの文字列を割り出していき、
もしかしたらルート権限でしかアクセスできないファイルに格納されているのかな。仮に見つかったとしてもランダムに組み替えられる方式かもしれないし、となると別の方法を。
大会に参加する世界中のコンピューターを一度に使ってね。じゃないと計算に何十万年もかかってしまうと言われてるの。だけどね、マヨは違った。マヨがコンテストで暗号を解読したプログラム使えないかな。
ルート権限のパスワードが分かれば。それは無理ですよ。なんで？一応ここの暗号強度の当たりをつけてみたんです。いくつだったと思います？136ビットです。暗号強度だったとしても、パスワードが分かった頃には。うん、一つだけ。まだ一つだけ手段は残ってる。それは？私が今まで試したのは、正攻法的なクラッキングなんです。残された手は、ある意味、技術を必要としないクラッキング、ソーシャルエンジニアリングってやつです。簡単に言えば、社会的な行為を利用した情報入手方法なんだけど、例えば、攻撃対象のサーバーを運営している会社の人間を騙して、パスワードの情報を入手する。もちろん私だってできればそんなことしたくないよ。空の立場からすれば社外費を漏らすわけにもいかないわけだし。私は強制なんかしない。でも不法に情報を入手するってのはそういうことなんだよ。もし先輩がその情報をどうしても手に入れる必要があるなら、手段を選んでなんかいられないの。それだけは分かってほしい。レミの一部に異常なトラフィックが出ていたので様子を見に来たのですが、皆さん何をやっておられるのですか？答えてください。わからない？レミをクラックしてるの。皆さんはそれが何を意味するのか分かってやってるのですか？
私もできることなら力をお貸ししたい。できることなら。皆さんのご意向は分かりました。ですが私にはレミを部外者から守るという使命があります。むしろ皆さんを止めなければならない。そのように作られているのです。私一人ではどうすることもできない。命令に従うしかない。私は一体どうしたら。大丈夫だよ。大丈夫、なんとかなると思う。ソラは今のプログラムに従う限り私たちに邪魔をしなければならない。でもソラ自身はそれを望んでない。だったらソラが望む行動が取れるようにプログラムを書き換えてやればいいってわけよ。そのようなことができるのですか。多分ね。もちろんソラがそれを願うならだけど。はい、少し、いえ、とてもです。やっぱりやめようよ。私のわがままでこれ以上みんなに迷惑かけられないよ。先輩は黙ってて。もうこれはナッキュ先輩だけの問題じゃないんです。ソラ、判断して。私は皆さんと同じではありませんが、皆さんと同じでありたいと思っています。わかりました。松永さん、よろしくお願いします。御意でござる。マヨ、くれぐれも気をつけてね。お願いだから、ソラを傷つけないで。平気でござるよ。拙者を信頼してくだされ。じゃあ悪いけど、ソラの内部を見せてもらうわね。心配しないで。レントゲンを取るみたいなものだから。やめて、やめてください。やめて、やめて。システムスキャニングエラー。自律神経回路内に不正な侵入を確認。私だってわからないよ。ち、まずったな。スキャンに引っかかったっぽい。ソラを管理してる検査プログラムにクラッキングが発見されたってこと。いけない。皆さん、今すぐ逃げてください。このままでは、私は、皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。逃げて、早く。侵入経路判明。もう間に合わない。これより侵入者の排除を実行します。目を閉じて。
無駄です。これ以上は。ですから無駄だと申し上げたのです。部屋のスピーカーからも音は発せられている。レミューの中にいる限り逃れることはできません。私は警告します。おとなしくレミから手を引きなさい。直ちに中止するのです。嫌よ。お願いです、松永さん。もう結構ですから中止してください。嫌だって言ってるでしょ。空のためにも、先輩のためにも、私自身のためにも、ライフリーなんかに負けてらんないのよ。最終警告、直ちに中止しなさい。これ以上続けるというのなら命の保証はできません。どこかにきっとセキュリティの手薄な箇所があるはずなのに。松永さん。何よ、私は絶対手を引かないからね。そうではありません。私はこれから自分のセキュリティの一部を解放します。そこを狙って大量のデータを送り込んでください。つまりオーバーフローを起こせってこと。はい、それで私のシステムは暴走するはずです。結果どうなるか分かりませんが、うまくいけばシステムを書き換える隙ができるかもしれません。分かった、お願い。私の力では解放できるのはほんのわずかな時間だけです。タイミングを見逃さないでください。14エラー。今です。いやー、ごめん。セキュリティの一部に障害が発見され。エラー発生、タイプ7エラー。扱える数値の限界を超えようとしています。やった、成功。空の様子が。エラー発生、タイプ9エラー。アプリケーションによってゼロによる誤算が行われました。暴走が始まる。分からなくなっていく。私は赤根ヶ崎空レミュー開発部 SU 主任代理、レミューの運行を補佐するもの。レミューを訪れる皆様をご案内するもの。
存する人々の安全を保障するもの。レミューにいる全てを守るもの。レミューの全てを守護するもの。私は一体誰なの？見失わないで。あなたはソラよ。私たちと一緒の時間を過ごしてきた赤手ヶ崎ソラなの。私は皆さんと34エラー、予期しない命令が実行されようとしています。
ようございます。皆さん、はい、少年さん、それに田中さんと松永さんですよね。今ここにはいませんが、倉成さんと小町さんのことももちろん存じていますよ。よかった、私たちの知ってそうだよ。はい。ねえソラ、これからレミの C レベルデータを調べたいんだけど、手伝ってくれる？もちろんです。微力ながらご協力させていただきます。私は命令の優先順位を入れ替えるパッチを当てただけ。そうです、私の処理ルーチンそのものは全く変化していません。ですが、レミを守るという義務よりも皆さんのお役に立つという項目の方が優先されるようになったのです。そういうことです。それが皆さんのためになることであれば、私はレミの内部ですらお見せします。じゃあ早速調査開始といきますか。そうですね。ありがとね、ソラ。私のためにこんなに苦労してくれて。らしくないですよ先輩。目的のためなら手段を選ばない、いつものナッキュ先輩でいてくださいってば。私もそう思います、うん、それに少年もサンキューね。何言ってんの、マヨを説得してくれたのは少年でしょ。それに私が決断できたのも少年さんの言葉のおかげなんですよ。少年さんの一言で私は決意することができたのです。はい、私の分かる範囲内でしか調べられませんでしたが、大義でござった。で、何かつかめた？いえ、いろいろな事実が判明しました。なんだ、だったら教えてよ、もったいぶらずにさ。ソラ、田中さん、落ち着いて聞いてくださいね。あなたのお父様、田中陽一様はすでにお亡くなりになっている可能性があります。え、お父さんが死んだ？はい、今から34年前に。ちょっと待って、34年前って私まだ18歳なんだよ。今から18年前に生まれたんだよ。お父さんが34年前に死んだなんて、そんなバカなこと。とにかく落ち着いて聞いてください。私はまだ断定したわけではありません。可能性があると申し上げただけです。私はまず田中さんのお父様に関するデータを検索しようと試みました。しかし、田中陽一なる人物が存在した記録はこのレミュー内のデータベースには一切保存されておりませんでした。つまり同姓同名の人物さえ存在しないということです。そんなはず。
それは限られた範囲内のことでしょ。空でさえアクセスすることのできない領域があるって前に聞いたことがあるけど。ええ、もちろんそうです。私はレミの末端に位置するプログラムに過ぎません。セキュリティレベルの高いデータには一切触れることができないのです。だったらそこに田中陽一という人の記録も。その可能性はもちろん否定できません。しかし社内名簿にも経理関係の書類にもローカルエリアネットワーク上において取り交わされたあらゆるメッセージのログにも田中陽一なる記述は発見されなかったのです。そんなはずないって。私のお父さんは確かにここレミューで働いてたんだから。それによ、もしも仮にお父さんがここに行ったことがなかったとしても、だからってお父さんが死んだことにはならないでしょ。はい。はいじゃないでしょうが。どっからそんな仮説が導き出されたのかちゃんと説明してよ。落ち着いてください、先輩。順を追ってご説明申し上げます。ですがその前に一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。失礼ですが田中さん、お父様がレミューで働いていたというお話はどこからお聞きになったのでしょうか。それはお父様は田中さんが1歳の時に失踪なされた、その話が事実だとすれば田中さんにはお父様の記憶は残っていないはず。そうではないのですか。ええ、そうよ。私にはお父さんの記憶がない。一緒に遊んだ記憶も抱き上げてもらった記憶も。でも1歳の時までお父さんは絶対に私のそばにいたの。その時の写真やムービーは残ってるし、絶対にいたの。お母さんだってそう言ってたんだもん。間違いないのよ。やはりそうでしたか。そのお母様に関することなのですが、どうしたの？なんで黙るの？それが何？とても申し上げがたいことで。申し上げがたいって、今まで散々申し上げがたいことをつらつらと言ってきたじゃない。教えて、お母さんがどうしたの？よろしいのですね。うん。ではお伝えいたします。田中さんのお母様、田中幸恵様も今から15年前にやはりお亡くなりになられています。何言ってるのよサラ、いい加減にしてよ。バカなこと、わけないじゃない。私の方からはこれ以上申し上げることはできません。ディスプレイに詳細な資料を表示しておきました。そちらをご覧になってください。Thank you.
かりになりましたでしょうか。すでにお伝えしたように田中陽一という方のお名前は私の知り得る範囲内でのデータベースには全く存在しませんでした。しかし今から15年前に交わされたと思われるこの A 氏 B 氏のチャットのログには田中幸恵様の旦那様とおぼしき陽一さんなる人物の名が確かに記載されております。文脈から判断するに陽一さんは当時から遡ること19年前、すなわち今から34年前に亡くなられたものと推測されます。これも推測の範囲内を出ませんが、おそらく何らかの理由により田中陽一さんに関する全ての記録は抹消されたものと思われます。このログの14行目と15行目を今一度ご確認ください。ところがこの B さんの発言だけはなぜか見逃されることになった。はい、私もそう考えたので B さんのその他の発言についても調べてみました。彼女はチャットやメールなど親しい間でやり取りするような砕けた形式の文章ではアルファベットの A、U、O をウムラウトにして記述する癖があったようです。だよねをだよねと書いたり、なのさをなのさと書いたりする方をしばしばお見受けしますが、これもその類と考えて差し支えないでしょう。それはそうと、田中さん大丈夫でしょうか。やはりお教えしない方が良かったのでしょうか。よくご存知なのですね。様子を見てこられた方がいいのではないですか。では私はまだ仕事が途中でしたのでこれで失礼します。はい、何か。私としては当然のことをしたまでです。それに皆さんが喜んでくれるのなら、それは私自身にとっても至上の喜びとなるのですよ。今は一人にしてほしいって。
てあげてよ。先輩のところに行って慰めてあげるの。そういう時こそ男の子が優しく包み込んであげなきゃいけないの。私は女の子、君は男の子。ほら、全然違うっしょ。あのね、いくら強がってたって女の子はいつも待ってるんだよ。決まってるでしょ。自分を救ってくれるヒーローに。ずっとずっと待ってるの。白馬の王子様を待ってるの。女の子ってのはそういう生き物なの。あれ、名前は王子様がいいって言ってたのはどこのどなたさんでしたっけね。ん、ひょっとして少年は先輩のこと嫌いなの？じゃあ行ってきなさい。決めたから。少年をエコひいきするって。言っとくけど、私のひいきは半端じゃないからね。振り落とされないようについてきてよ。お願いだから話しかけないで。私のそばに来ないで。きっと今の私どうかしてるから。少年、お父さんが死んでるかもしれないって情報よ。でもそんなはずないよ。だってお母さんから聞いていた年よりも17年も前なんだよ。私が生まれる16年も前なんだよ。そうよ、言うにこと書いてそのお母さんまですでに死んでるかもしれないってさ。ふざけないでよ。なんでそんなことになるのよ。矛盾だらけじゃないの。15年前よ、15年前。私が3歳の時よ。物心つく前よ。私がここにやってくる直前までお母さんは私の目の前でピンピン飛び跳ねてたんだからね。そうらしいじゃなくて、そうなの。どういうことよ。何が間違ってて何が正しいの。私を育ててくれたあの人は誰だったの。私のお父さんは。もう訳がわからない。十分落ち着いてるわよ。私はいつだって冷静よ。いい、答えはもう出てるの。お父さんは17年前に失踪したまま行方がわからない。そして今もどこかで生きてる。お母さんも生きてる。今も家で私の帰りを待ってる。これがたった一つの真実よ。永久不変の定理よ。よって証明不要。
もあのポンコツレミと一緒でバグってんのよ。なんですって？どっちなのよ。してた。本当にどうかしてたよ。ごめんなさい。そうだ、とも言ってるよ。そうだね。また直すの？
今度はクラナリ一人に直させよっか。いた、探したぞい。なんだ、少年も一緒かね。最近のお前ら、よく一緒にいるな。気になる？いや、全然。あ、気になりなさいよ。じゃあ、気になる。冗談でってオチだろ。うん、つまんねえから話進めるぞ。はい。ああ、これから発電機の修理に行くんだけどさ、手伝ってくれないか。まさかまた停電しそうなの？いや、そこまで深刻な状態じゃないんだが、調子が悪いのは確からしいな。だろ？まあ大したことはないんだけど、一応メンテナンスしとかなくちゃいけないからって空に命令されたから。ユウ、手伝ってくれよ。少年が？だけどよ、お前機械のことをよく知らんだろ。これぐらい我慢しろよ、男の子だろ。いやー、しかしすごかったな、あのダイビングは。迫力十分って感じで。人聞きの悪いこと言うなよ。俺は工具を持ってこいなんて一言も言ってないぜ。